急なんですけど、昔弟が鼻炎でめちゃくちゃ苦しんでる時があったんですよね。で、僕がどっかで見聞きした頬骨のツボを両方から押すと楽になるっていうのをやってあげるっつって、できもしねえのにグーって押したら、思った以上に痛かったのかブチ切れられたことありますね。痛えよお前こら言うて、兄ちゃんすごく悲しかったです。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こんなリクエスト来てました。タックさんこんばんは。こんばんは。インスタグラムにて肛門日光浴というものを見かけました。気になって調べてみたら、結構バカにされてるというか、本気でいいと思ってる人とそうではない人の温度差がすごいなって感じました。実際のところ本当に効果があるのか、よかったらやってみてくださいということなんですけど、肛門日光浴やります？これ YouTube 的に OK なんですかね。いや、ケツ穴は無理でしょ。ただこれ後から最近流行ったという話はするんですけど、僕記憶では中学生の時の修学旅行の自由行動だった時にですね、その時グループで大学の学食に行ったんですよ。その時に大学入ったら5人ぐらいの人がキャンパスの外にある机の上に乗って肛門日光浴をやってるのを見て、その時はそんな言葉知らなかったんですよ。だからそれ見て全員でなんかやっぱり大学来てしまったんじゃないかって震えたことを思い出しましたね。だからもっと前からやってる方はいるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみにこういった医学的根拠のない医療のことを疑似医学とか偽医学と表現するんですけど、この言葉は造語なんで境界線というのがちょっと難しいみたいなんですけど、まずこの DM にある肛門日光浴についてなんですけど、その名の通りケツを太陽に向かって突き出して毎日30秒ぐらい肛門を日光にさらすってものでして、流行り始めたのが2019年頃にインスタで3万人ぐらいのフォロワーを持っていた健康系のインフルエンサーメタフィジカルミーガンさんという方が提唱した健康促進法とされています。彼女曰く、日光に肛門をさらすことで体のエネルギーを高めたり、あとは快眠効果、そしてよりクリエイティブになる効果があるというんですね。どういう理屈でクリエイティブになるよこれ。あと肛門のバクテリアを減らして痔の治療にもなるとかですね。でこれが海外でちょっと前からじわじわ話題になって、今では日本人も TikTok とかインスタでバズった影響で実践してる方も結構多いみたいなんですよ。もし皆さんの中で、あ、私肛門日光浴毎日やってますよって方いたら、コメントで教えてください。あと写真もください。嘘です。ただこちら悲しいお知らせなんですけど、結論から言います。この肛門日光浴、確実に効果があると裏付ける科学的根拠っていうのは全く存在しないと言われています。ただ確かに日光を浴びるっていう点ではビタミン D っていうのを摂取できたりとか、幸福ホルモンが出たりとかね、そういった健康にいいっていうのは間違いないと思うんですよ。ただ肛門にピンポイントで日光を当てることが睡眠が改善されたりとか、クリエイティブになったりとか、痔が治ったりとか、その辺に関してはなんか聞いてるだけでも臭くないですか。あーなるほどとはならないですよね、肛門だけにね。で実際のところこの辺はいろんな専門家の間でも科学的な根拠はないですよって言われてるんですけど、なんならこれに関しては逆にですね、この肛門日光浴を行うと皮膚がんのリスクが高まる可能性すらあると言われてるそうなんですよ。こういったのはスピ系の分類には入ると思うんですけど、ただそれでも別に誰にも迷惑かけてるわけじゃないんで、本人が別に健康を感じられるんだったら何事もやるべきではあるんですけど、ただ最近ですね、僕ちょっと怖いなと思ったのが、オゾン治療って皆さん知ってます？これ別名血液クレンジングってものなんですけど、これヤフーの検索履歴とかを見るとすごい検索かけまくられてるやつなんですけど、こちら日本ではよーっておなじみ市川海老蔵さんとかブロガーのハーチューさん、他にも様々な芸能人の方がオゾン療法を受けてきましたみたいなことを SNS にアップしだしたもので話題になったんですけど、これ何かというと、流れとしてはまず 100ml 前後の血液を静脈から取り出してボトルに溜めるんですよ。でその後殺菌とか漂白に使われるオゾンを血液に注入するんですね。でそのオゾンが注入された状態の血液をもう一回体の中に戻すと、これが血液クレンジングの一連の流れなんですけど、要は血液抜いてちょっと手を加えてサラサラにして体に戻すっていう両方なんですけど、なんかちょっとこれ聞いただけでもゾッとするじゃないですか。ただこの気になる効果なんですけど、肩こり、頭痛、疲れ、血行の改善、免疫力アップ、がんや認知症などの病気の再発や治療を助けてくれる、二日酔いにも効くって言われてて、現在では全国160以上のクリニックで実施されてるということなんですけど、これはクリニックで実施されてるんで危険なものかどうかっていうところまではいかないと思うんですけど、これが果たして医療と呼べるのかっていうところは専門家の間でもちょっと議論されてまして、昔からこれありますよっていう意見もある一方でですね、いやそんなの全く根拠ないよっていう意見もあるんですね。じゃあなんでこれができるのかっていうと、この血液クレンジングもそうなんですけど、自由診療と言いまして、国が安全性や効果を確認していないもの、医師の判断の下で行われる診療に分類されます。通常医療の領域外のものなんで、要はこれも代替医療、科学的な根拠に基づいてはいない医療ってことにはなるんですよ。マジでこれに関しては確固たるエビデンスはないみたいですね。あとは最近話題になったものでいくと、紅茶がインフルエンザに効くっていう話、これ皆さん聞いたことありませんか？調べてもこれ結構そうであるっていう風に出るんですけど、きっかけがですね、日本紅茶協会っていうところがツイッターの公式アカウントで、紅茶がインフルエンザ感染予防に役立つのをご存知でしょうかっていう投稿したことがきっかけに話題になったんですけど、具体的には紅茶に含まれてるポリフィノールがインフルエンザのウイルスに付着してぶち壊すと無効化するっていう話なんですけど、ただこれに関してもちょっと言い過ぎなところもあって、この紅茶でインフルエンザが死滅するっていうね、インパクトのある論文が目立ってるだけで、じゃあそれが完全に医学的に明らかかって聞かれると、そう言い切れないって意見の方が圧倒的に多いんですよ。なんならこのポスターのちょっと下に小さく、紅茶の飲用でインフルエンザ感染の予防や治療の効果があるわけではありませんとね、ただし書きされてました。このように本当かどうか怪しい医学っていうのは他にもたくさんネットで転がってます。でこれはね、以前も動画で言ったんですけど、こういったネットで拾った情報とか演出激
激しめの医療番組の情報を鵜呑みにして、じゃあ実際医者があなたは健康ですよと言っても、でもネットで書いててとか、いやでもテレビでやっててみたいなこと言って、何回も病院に来る人がいるらしいんですよ。ちなみに医療番組が放送された翌日とか、病院に行く人がめちゃくちゃ増えるっていう話もありますね。ヘイヘイドクターの方が言ってました。ヘイヘイタック、ヘイタック。靴下肌色タトゥー疑惑出るですよ。これ全然関係ないんですけど、魔女の宅急便2023年バージョン上げたんですよ。ほんなら僕肌色の靴下履いてたんですけど、あまりにも肌色すぎて足首にタトゥー入れてるってめちゃくちゃ勘違いされてるんですよ。タトゥー僕どこも入ってません。すいません、戻しまして、じゃあなぜこうした科学的な根拠ってかないのにこういった話を信じてしまうのかというところなんですけど、調べてて一つなるほどなと思ったのが、人間の心理に関する話でして、まず人っていうのがエビデンスよりも物語を好む傾向があるという話で、皆さんちょっと落ち着いて聞いていただきたいんですけど、今から医師 A と医師 B の意見を述べます。このお二人の意見を聞いて、皆さんどちらを支持するかちょっと考えてください。まず医師 A、 私はインフルエンザ患者をこれまで500名以上見てきました。毎日24時間体制で患者に対応しており疲弊しきっていますが、それでもそれが私の使命だと思って全力を尽くしています。そのためこれまで一人の死者も出したことがなく、誰よりも適切に治療に当たっているという自信があります。その私が断言します。紅茶を飲めば全て解決します。次、医師 B です。私は医師ですが研究部門におりますので、直接インフルエンザの患者を見ているわけではありません。しかし現場の医師と絶えずに情報交換は行っています。毎日インフルエンザに関する世界中の論文を読んでいます。もう500本以上は読んだかと思います。そうした知見をもとに申し上げます。紅茶を飲んでインフルエンザを治すことを支持するエビデンスは今のとこありません。はい、この2人の意見なんですけど、一見これ聞くと医師 A の方が実務経験があって意見の信憑性はあるんじゃないかというふうに思いがちなんですけど、これって実は医師 A の方は個人的な経験をもとにした意見なんですよ。医師 B っていうのは科学的エビデンスに基づいた世界中の意見なんですよ。まずこの二人は医者っていうのは間違いありません。例えですね、 A の医師が見た患者っていうのが紅茶を飲んで仮にインフルエンザが良くなっていたとしても、それが500人には過ぎないので全て解決するとは言い切れないんですね。医師 B は現場では見ていないんですが、紅茶がインフルエンザを治すっていうエビデンスはまだ出ていないから、まだそうだとは言い切れませんよという意見なんですよ。これを聞いても、いやでも医師 A の方が若干信憑性あるんじゃないかなって感じてしまいますよね。これは医療の世界ではなく至るところで起こっています。他にも心理的な話でいくと、そもそも確証バイアスっつって、もう人間は基本的に自分の都合のいい情報ばかり集めたりする傾向にあるんですよ。要するに先入観に影響されてしまうんですね。とある現象の原因は〇〇であるっていう、まずそれが A か B かっていう仮説を自分の中で勝手にまず立ててるんですよ、人っていうのは。そこから自分を支持する事実だけに注目して、この仮説を支持する事実やっぱたくさんあるじゃんっていう錯覚に陥ってしまって、結果ですね、それが真実であるというふうに思い込んでしまいます。例えば、この事件真犯人は別にいます、さらにはこの事件を知ってる4割以上の人が真犯人説を押してますって聞いたら、4割も支持してんの、相当じゃん。真犯人説を唱えてる側の人たちはそう認識するんですよ。ただここもう少しこの物事を引きで考えてみると、実際は6割の人は否定しているという意見を見ないようにしてるんですね。そこには目を向けずに、4割が信じ込んでる私の仮説もそうだからそうであると、そう思い込んだまま間違った方向に行ってしまいがちなんですよ。こうした自分は〇〇だっていうね、こういった過度な思い込みをする原因としては、以前も動画で紹介したミューヒハウゼン症候群と言いまして、意図的に自分で病気を捏造するっていう疾患もあったりするんですね。これはね、すごい興味深い話なんで過去動画概要欄貼っておきます。ただ何がいけないかっていうのは思い込むことなんですね。逆にですね、あ、6割の人が否定してるから、じゃあその4割を完全に無視しようかっていうのも良くないんですよ。こういったものが時に病気を見過ごしてしまうっていうところにもつながって、例えば今微笑みうつってね、皆さん聞いたことないですか。これちょっと近年話題になってる新手のうつ病なんですけど、ざっくり言うと外向きはうつ病に見えないんですよ。さらに自分でもそう思ってないんですよ。ただしっかりとうつ病だったと、自分としては普通に人と社交的に接することもできてるし大丈夫だろうっていうバイアスがかかってしまって、うつ病だって自覚できてないんですね。ただ劣気とした病気でして、睡眠とか食欲に影響が実は出ていたりとか、自分が他と違う異常な疲れを感じているってことに気づけてないという可能性があるんですよ。それすらもう、あ、ここはもう自分が悪いなと、自分が弱いからだなと思い込んで改善されないということがあるんですね。なので自分は大丈夫だっていう気持ちも実はただの思い込みである可能性があります。なので最後に僕のまとめからしたら、こういったものを全部偽医学とかデマだっていう風に決めつけるんじゃなくて、あらゆる可能性っていうのを研究していくっていうのも医学の進歩では欠かせないことですし、どんな物事でも疑ってみて定期的な健康診断だったりとか、自分は大丈夫と思い込まずにね、ケアすることが大事だということです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は肛門日光浴に関するお話をさせていただきました。でもね、意外と健康ってどこにあるか分かんないんですよね。ドクターペッパー飲んでるおばあちゃん分かります？それを飲まないと早死にすると私に言った医者はみんな死んだってやつで、ね、だから意外とね、自分が健康だって思ったことが本当に健康につながるっていうことも実際にあるので、皆さんの中にもこれ根拠はないんだけどやったらめちゃくちゃ効いてますみたいなのありますか？よかったら動画の感想と一緒にコメント欄お願いします。
急なんですけど、脱毛で思い出せる話ありませんでした。っていうのも脱毛したことないんですよね。だから何も小話ありませんでした。すいませんでした。なので男性で脱毛してる方、なんでやってるのか理由ちょっとコメント欄で教えてください。そんな今日なんですけど、リスナーさんからこんな DM です。タカさんこんばんは。こんばんは。最近よく YouTube の広告、Instagram や TikTok などでも脱毛サロンの広告動画見かけるのですが、6ヶ月間脱毛無料とか、豪華特典プレゼントとか、天城府プレゼントみたいなことを言ってて、なんでこんなことができるんだろうと疑問に思いました。僕も最近剛毛ゴリラとバカにされるのが嫌で脱毛に通おうと思ってるのですが、どこにしたらいいかも分からず、もしも騙されてしまうようなものだったら怖いので、4万円騙し取られた系 YouTuber のタックさん調べてください。やってませんよ。騙されてはないです。シンプルに取られただけです。っていうことなんですけど、リクエストありがとうございました。そうですね、この脱毛サロンね、広告とか今やたら見かけますよね。こんだけ広告打つ余裕があって、何ヶ月無料とか書いてあって、とんでもなく儲かってんだろうなって思ってたんですけど、これが実際どうなんだろうと思って調べてみると、業界としてはこの経営自体は下降気味なんですよ。それはもちろん儲かってるところもあると思うんですけど、これが株式会社帝国データバンクさんってところのデータなんですけど、去年2022年度ですね、こういった脱毛サロンの倒産件数に関して2000年以降過去最多の7件と、まあこれ7件あんま多くないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、その中に脱毛ラボっていう大手脱毛サロンが経営破綻をしてて、だいたい報告されてるだけでも3万人の一般利用者が被害を受けたと見られています。でも今もまだ絶賛割り引いてるじゃないですか。あれ実はちょっと落とし穴の部分があるんですよね。なので今日はですね、この脱毛サロンの実態とか広告についてお話していきます。まず僕も調べて初めて知ったんですけど、まず脱毛っていうのが医療レーザー脱毛と美容脱毛、エステサロン脱毛があるんですよ。簡単な違いは、医療レーザー脱毛は永久脱毛効果があるけど、美容脱毛ですね、サロンとかそういったものには永久脱毛がないってことなんですね。まあ医療脱毛に関しても 100% ではないですけど、基本的には生えてこないとされています。で今回の広告のお話は主にサロン系になります。まずこういったサロンですね、施術方法なんですけど、主に行われているのが光脱毛という方法でして、毛の色素ですね、メラニン色素に反応して発生した熱を利用して毛を生やす元となる組織の働きを抑えるという方法を行っています。なので医療脱毛のレーザー脱毛よりもパワーは低いんですよね。じゃあこれが上げちゃダメなのかって、これダメなんですよ。こういった脱毛効果を上げるために出力を上げて施術した場合ですね、法律違反になります。これが2001年の11月ですね、厚生労働省からこんな通知出てまして、簡単に言うと、レーザー光線またはその他強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭皮脂腺開口部等を破壊する行為は医師免許を有しない者が生業として行えば医師法第17条に違反するってものでして、まあ、ゲットすると医師免許ないのに毛根ぶち壊したらダメですよってことですね。なのでサロンでは結局毛根を破壊しない、そういった機器を使うことが前提になってます。で実際2013年大阪市のドクター高橋梅田店、この場所がスタッフとか客に対して光脱毛による火傷事故というのを起こしまして、これが医師法違反で高橋容疑者そしてスタッフ6名が逮捕されています。なので比較的マシン自体も1台100万円以下で、それともまあまあ脱毛できるマシンなんで、業界自体が参入しやすくて一気にコロナ禍で普及したという感じなんですね。でこれ一気に普及したから人気になって、新規獲得のためにタピオカ屋みたいにやりまくった結果、通い放題なのにスタッフが足りなくて予約取れなくて倒産みたいなことになってると考察します。ちょっとこれは後から説明するんですけど、なのでこれから脱毛行こうと思ってる方はちょっと気をつけてほしいんですけど、広告なんかでもしサロンなのに永久脱毛とか二度と生えてこないとか、こういった文言ってのはデタラメです。マジで永久脱毛したい人は医療の方に行ってくださいということです。といってもこの光脱毛が全然効果ないかつもそうではありません。痛みを感じにくいとか、医療よりも少し安くなるとか、いいところもたくさんあります。ただこれが問題されてるのは、それをややこしくして高額な請求をするというところにあります。例えば永久脱毛された脱毛ラボなんですけど、ここ全身脱毛月々2186円、かっこ16ヶ月無料っていうキャンペーンやってたんですけど、16ヶ月無料で通えるのって思うじゃないですか。でこれがパッと見ネットフリックスみたいなサブスクと一緒で、月2186円払えばあそこから支払いはないんだと思いがちなんですけど、まず決して1回の施術だけでは全身の脱毛できません。この全身脱毛っていうのが、全身56箇所を16回に分けて照射するお試しプランなんですよ。16ヶ月間かけて全身のパーツをやっていくんですね。しかも一部位が1回しか脱毛できないんですよ。いや最初にしたとこ生えてくるやろこれ。まあ、他にもパターンとしては6ヶ月無料って書いてあって、実際この6ヶ月無料のプランは60回プランのうちの6回分だけがタダとか、なので他54回は払わないといけないんで、100万円余裕で超えるってこともあるんですよ。これは少し調べたりとか話を聞けば嘘はつけないので、まあ、分かることなんですけど、それを見てお客さんを引きつける、予約しようかなって思わせたりすること自体がね、あんまり良くないんじゃないかと思いますよね。嘘ではないけど、それはちょっと言い方変えすぎじゃないと思っちゃいますけどね。ちょっと皆さんこれ経験あれば教えてください。ただ怪しいなと思ったら途中解約もできます。これはもう法律の中途解約の規制が適用されます。まあ、もちろん条件もあるんですけど、利用期間が1ヶ月を超えて総額5万円を超える契約っていうのが対象です。なので8日以内であればクーリングオフで、8日を過ぎてからはこっちを適用させるっていう感じですね。でこの大げさな PR 作戦とか広告も結構炎上してるんですけど、主にタレントを起用した CM、 YouTuber とかの案件動画、漫画広告ですね、こういったものでバンバン広告を出してまして、若い層に人気ある人に脱毛案件動画っていうのを依頼して、であくまでここは詳しい内容というよりは無料カウンセリング、まずはどうぞみたいな感じで誘導させると。あの脱毛ラボっていう会社も広告をガンガン出してたんですけど、ぶっ倒れたんですよ。これはもうほんと去年の話なんで、契
約してた人からすると予想だにしない展開ではあるんですけど、さらにここで今も問題になってるのが返金対応まだされてない人もいて、公式から通知されたのは破産手続き中なので今すぐにはできないというものですね。実際 SNS 上では金返せとか、30万近く一括で契約したばっかよっていうの意見もありました。なぜここまで広告とか出しててこんなお客さんもいたのに手元にお金がないという事態に悪化したのか、それに関してはまずこの業界全体の問題があるって考えられるんですけど、このお金の流れがどうなっていたのか、これ簡単に説明しますと、顧客からの支払い方法としては前払いっていうのが基本になってます。だから経営上こういった先に入ってくるお金のことは未消化分の仮受け金っていうんですね。で本来この仮受け金っていうのは何かあった時に返金する可能性が少しでもあるんで手をつけることはしちゃダメなんですよ。でも実際口座には入ってるんで、まあ、大丈夫だろうと、そのお金を使って2店舗目3店舗目4店舗目とどんどん店舗を拡大すると、でさらにそこから従業員の給料も出してると、結果仮受け金を使い切ってしまって経営ができなくなってしまったんですね。さらにこういった広告に関しては脱毛業界じゃなくても他にも起きてます。最近で言うと2011年ですね、話題になったのがビゼントっていう会社が飲むだけで腹筋がシックスパークって歌ってたキタシンだったんですよ。このサプリを出した後3ヶ月の業務禁止命令下ったんですけど、この理由が特定商法取引法に違反したっていうもので、これは契約時の最終確認の画面で初回購入分の500円しか表記なくて、2回目以降の支払い総額とか支払い時期、最低4回の購入制限があるとか、そういったことが書かれてなかったんですよ。この金額を全て表示せずに顧客に申し込みさせようとしたとされています。定期購入であるってことを隠してたんですね。でこういったサプリ今年も事件起きてて、それが今年の1月ですね、東京サプリを販売していたアシストという会社なんですけど、ここには課徴金納付命令が下ったんですけど、この会社も2018年3月以降、こう見たことある方もいると思うんですけど、 SNS とかネット広告で商品の宣伝を行う時にハッシュタグ胸を大きくとか、簡単にバストアップとか、いかにも飲むだけで効果が得られるように表示していたんですけど、こういったデタラメな誇張しすぎた表現っていうのは違反行為になります。結果として有料5人に当たるとして、課徴金は1億1716万円になりました。とんでもないが、おつはよつ。でもなんかどう考えても怪しい。このぐらい詐欺に近いような広告って今ガンガン普通に流れてますよね。あれめちゃくちゃ不快ですよね。ちょっと調べてて面白かったのが、株式会社薬事法 .com さんというところが20歳から67歳の人にアンケート調査で、こういったサプリ広告を不快に思ってるかどうかっていうアンケートを取ってたんですよ。そこで大体6割以上の人が不快だという結果になってました。そのほとんどが YouTube の広告で見かけてるという結果になったんですね。これもずっとそうなんですけど、〇〇県〇〇市に住む男性に朗報、本日何月何日脱毛が月々何千円でみたいな、なんか自分の住んでる地域に合わせて広告流れてきますよね。あれなんなん。最近だと僕がしょっちゅう見るのが Twitter の広告ですよね。あれも怪しいやつめちゃくちゃ出てきますよね。あれ知ってます皆さん、あのガバガバ日本語ヒゲ剃り、あれめちゃくちゃおもろいですよ。出てくるために僕笑けるんですけど、案の定 Amazon のレビューでは普通のヒゲ剃り以下っていうコメントで埋め尽くされてるんですけど、ちょっと見たことない人のためにちょっと見てください。こちらです。歯ブラシであれ顔吹っ飛んでいくやろ。このリプ欄にこれ実際どうなんていうコメントをしてる人がいて、それに公式が広告通りの商品です、ぜひ購入お願いいたしますって返してたんですよ。それにこちら、使用者に聞いてるんだよ黙ってろっていうドストレートの返信を行われてました。まあ、ちょっと話をまとめますと、まだまだこういった美容系サロン系のちょっとうさんくさいやつ、表記がややこしいってやつたくさんあるので、ただそれは本当に効果がないっていうのは少ないと思います。今そういった誇張したものとか嘘をつくと一発で摘発されるんで、ただねこの支払いに関しては実際に足を運ぶ場合でも説明というのはよく聞いて、じゃあもう月々いくらかかるのか教えてくださいと、総額で金額どれぐらいになるのかとか、そういった大事なところっていうのは絶対聞いてしっかり理解することが大切になってくるということです。はい、ということで今日は以上です。結局その脱毛の良さっていうのは僕自身は知らないので、脱毛自体を検討してるよという方はですね、僕のこの動画のコメント欄ぜひ覗いてみてください。急なんですけど、僕の行きつけの定食屋があるんですよ。外見っていうのは結構こじんまりしてるんですけど、中に入ると50人ぐらい座れる広さしてるんですよね。あれもはやトリックアートだなと思ってるんですけど、でめちゃくちゃ人気で常にほぼほぼ満席なんですよ。平日でも安くて料理も美味しくて、これ今まで出会ったお店の中で一番なんですけど、でそのお店が家族とアルバイトの方 2,3 人ぐらいで経営されてるんですけど、通ってまだ半年ぐらいなんですけど、ついこの間気づいたことがあるんですよ。おかみさんなんですけど、全く同じ見た目の方が2人いるんですよ。いやこれあなた何言ってるのってなるでしょう。っていうのもそこのお店、昼間定食屋で夜居酒屋みたいな感じなんですよ。で僕どっちにも行くんですけど、昼間のおかみさんっていうのが結構口調が尖ってて、はい900円みたいな、尖ってるっていうか結構大雑把なんですよ。ただ夜の居酒屋のおかみさんになるとすごいニコニコしながら、飲み物大丈夫ですかみたいな感じなんですよ。だから夜ね、そのお店おすすめっつって連れてった方に、昼のおかみさんはちょっと機嫌悪いとか言ってたんですよ。ほんならこの間夜行ったんですよ。そこでこれおそらく双子の方なんですよ。全く
く同じ見た目のおかみさんが2人いたんですよ。その一緒に来てた人に、いや待ってと、嘘でしょっつって、2人おるこれってなって、ほんならその一緒に来てた人が、いやまだ早まるな、これ動きが早いだけかもしれんつって、僕食ってたカキフライ吹き出したんです。今度双子かどうか聞いてみます。そんな勝手に騙されてたっていう話なんですけど、リスナーさんからこんなリクエストです。タカさんこんにちは。こんにちは。最近コンビニ弁当の卵が偽物だと聞いてびっくりしました。意外とみんな知っててさらにびっくりしました。これって食品偽装にならないんですか？動画にしてくださいということなんですけど、これも勝手に騙されてます。こちら結論から先に言っちゃうんですけど、食品偽装ではありません。これ話題になりましたよね。まずリスニーさんが言ってるこのサムネの卵の正体なんですけど、これは黄身プチという卵黄ソースで、厳密には卵を使って卵のソースを作ってるっていう加工食品です。豚肉をソーセージにするみたいな、それとサラダとかに乗ってるゆで卵、あれも同様としてロングエッグって言われていて、卵とかでんぷん粉とかの添加物を混ぜて作られているものなんですけど、これら加工されたものを使用することでレンジでチンしても爆発せずに温めることができたりとか、菌が増殖して腐らないようにするっていう工夫がされてるんですね。企業努力ですよ。すごいんですよこれ。なのでこれはね、企業努力であって食品偽装とかではありません。加工食品として正しくラベルに表示されていれば全く問題はないものでして、ただもしこれがですね、卵ではないのに卵と表示してしまうと、これは法律に違反することになりますね。じゃあ何が食品偽装に当たるのかということなんですけど、例えば市販で仕入れたものをオリジナルとか自家製と表示していたりとか、エビでブラックタイガーってあるんですけど、あれを車エビって表示して商品を提供するんですよ。それはバレるかって感じなんですけど、こうやって産地とか品種を偽装して店側としては原価を抑えている、これは完全アウトです。でちょっと似たもので、現物よりも商品をもっといいものであると誇張した表示をした場合もですね、これ法令違反になります。例えばマーガリンを使っているのにホタテのバター焼きって書くと有料誤認表示の禁止に当たります。これは景品表示法第5条第1号の実際のものよりも著しく有料であると示すもの、事実に相違して競争関係にある事業者に関わるものよりも著しく有料であると示すもの、これらで不当に顧客を引きつけ一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示を禁止してるというものなんですけど、つまりとってもいいものだと思わせておいて実際にはそうでない表示のことを言います。これ食べ物だけじゃなくてお祭りのテキヤとかもそうですよね。くじ全部引いたのに当たりが入ってなかったとか、あとこれは気づけないなと思ったのが、車の中古車販売店の会社が販売する中古自動車の走行距離を3万キロって書いていたけど、実は10万キロ以上走行した中古自動車のメーターを巻き戻したものだったってものがあったんですよ。いやむず、気づけなくなくないこれ。なんかこれ車を巻き戻されたかどうか見分ける方法とかってあるんですかね。ただ、日本だと食のイメージがあるんですけど、日本の食の安全性っていうのはかなり高いイメージですよね。実際にそうです。しかし過去にはとんでもない食品偽装の事件起きたことあります。名前を知ってる方多いと思うんですが、一番有名なのは通称ミートホープ事件ですよね。このミートホープ、北海道の苫小牧市に本社を置いていた卸売会社の名前です。こちら1976年の創業以来ですね、仕入れ業者から仕入れた牛肉とか豚肉とかそういった食肉を業務用に加工して販売するという事業を中心に展開していたんですね。この創業者であった社長の田中稔氏っていう方が肉のあらゆる研究をして、社内では肉のことを知り尽くした天才と言われていたんですね。実際に技術はすごかったんですよ。ミンチを油と肉を均一にする技術みたいな、そういったものを開発していたりとか、本当に天才だったんですよ。ただ商品開発を称してコストダウンのために廃棄になった肉とか牛とか豚の内臓、安いものや添加物を配合して人為的に品質をいいものに見せかけるというものをやっていたんです、ね、これが創業から20年が経とうとしていた1995年、過激になり始めたのはこの辺りで、スーパーとかの店舗内で直接食肉加工が行える大型スーパーというのが出始めたんですね。徐々に会社の需要というのが低下して契約を打ち切られるっていう事態が相次いでいきました。これに焦った田中氏が取引先の減少を食い止めてさらなる事業拡大を図ろうということで、かねてからちょっと面識があって人脈とか発想力に優れた赤羽喜六さんという方の家を訪れて、うちに来てくださいというふうに入社を頼み込みます。この赤羽氏っていうのは観光会社の常務取締役と2棟のホテルの総支配人としてバリバリ活躍した実績を持つ人物で、田中氏が訪れた際はすでに還暦を迎えていたんですけど、この社長のあまりの熱意にですね、偽装のことを知らないまま入社を承諾します。この入社後、会社の悪どい経営の実態を知った赤羽氏っていうのがまず社長に直接改善を求めたんですね。ただそれは受け入れられませんでした。なので赤羽氏は内部告発を行うことを決意したんですね。ただ最初の告発ってのは不発です。匿名で保健所とか学校給食センター、農林水産省とかに告発をしたんですけど、何も調査されなかったんですね。ここも問題になりました。その後2006年にはミートホープを退社、自分の身元を明かした上で農林水産省とか NHK 北海道新聞に告発をしたんですよ。これはさすがに調査されるかなと思ったんですが、ここでも何も対応してもらえなかったんですね。ようやく世間に事件が明るみになったのが2007年、告発を受けた朝日新聞社が調査を開始して、牛肉冷凍コロッケの DNA を検査した結果ですね、豚肉、鶏肉、その他の肉が検出されて食品偽装というのが判明します。これにより同社はですね、牛肉ミンチ偽装事件として世間に知られることになって、その後の検査にて牛肉 100% と表示したひき肉に豚肉や鶏肉、さらには豚の心臓、さらには肉でもないパンの切れ端、こういったものを混入させ水増ししていたことが発覚しました。さらにこれだけではなくて、肉の色味を調整するために血を混ぜたりとか、雨水を使って冷凍食品を解凍していたんじゃない
ないかとか、そういった不正行為も明らかになります。この新聞のスクープから4日後の6月24日ですね、北海道警が不正競争防止法違反の疑いで本社や社長宅など十数箇所を一斉に家宅捜索します。その後社長や元幹部ら4人が逮捕されました。この警察の調べで田中氏っていうのは、自分が指示して行った、混ぜればわからないと思ったと容疑を認めて、2008年札幌地方裁判所で行われた裁判では一審にて詐欺容疑で懲役4年の実刑判決が下されて、肉の天才は一気に転落することになります。この会社では早くてバブル崩壊後あたりから食品偽装とか産地偽装が常習化していたとされていて、原因となったのは社長のワンマン経営によるものだったんですね。でその結果、多くの従業員は社長の指示に逆らうことはできずに、発覚するまで偽装を止めることができなかったということなんですね。なのでそこでね、自分で頼み込んだ赤羽さんに人生そのものを正される結果になったっていうのはね、ちょっとこれドラマはありますよね。はい、とこの15年くらい前に起こった大きい事件なんですけど、もうさすがにここまで大きいのはないだろうと思われがちなんですけど、実際近年でもね、こういった食品偽装で捕まる人ってのは多くて、まだまだ実態は根深いんじゃないかと言われています。警察庁の食品の産地偽装表示の検挙状況の推移ですね、過去5年を見ると平成27年では32人、次に20人、10人、19人、14人となってまして、少しずつ減ってはいるんですけど、また増えたりとか、平成30年から見ると横ばいで完全になくなってはいないんですよ。むしろですね、今原価の高騰ですね、デフレが起きてるんで、今後増えていくっていう可能性も考えられています。これなぜ起きるかと、この背景にはやはり日本の技術っていうのは素晴らしいんですよね。実際に安いお肉でもすごい美味しいものに変えられるんですよ。そこに国産を好む日本人に対して提供すればバレないし儲かるんじゃないかと思ってしまうというところにあるんですね。やはりこのような食品偽装が横行しないようにですね、もっと厳罰化することも大事だと思うんですけど、こういったところの活動としては、すいません飯の話だったもんで、活動としては2008年農林水産省が立ち上げたプラットフォーム、フードコミュニケーションプロジェクトっていうのがあります。ここは食品事業者同士で食の安全とか信頼に関する情報の意見交換を行ってるんですけど、2071の企業とか団体が参加してるよっていうのが分かるんですよ。これを行って社会全体で食品リテラシーを高めてるというものでして、こういう風に企業の活動を見える形で評価してもらえるようにするということが大事で、それが消費者からの信頼の確保にもつながっていくんですね。でもう一つ原因として、日本っていうのは原価が高いのに提供される値段は安いっていう現状があるんですね。これはね、消費者からしたらありがたいことではあるんですけど、ここはちょっとは変わらないといけないところでありますよね。今ですね、こうした物価の高騰とかで注目されているのが代替商品というものです。これ簡単に言うと、他の食品に似せて別の食材を用いた食品のことでして、まず有名なものでいくと、カップヌードルの謎肉、これ正式にはダイスミンチって言います。大豆由来の原料に肉と野菜とかを混ぜて味付けしたものなんですけど、これ肉ですもんね。あとは高価な食品の代用品として知られているもの、カニカマですね。これはカニの代用なんですけど、主な原料としてはスケトウダラという白身魚です。そのすり身にカニエキスとか塩、でんこ、卵白とかを加えて作られています。あとはマーガリン、これはバターの代用なんですよ。これかなり昔からありすぎて、代用なんだって知らない方結構多いんですね。どっちも値段同じだったりするとこもありますし、ね、なのでさっきも言ったバターあえと表示してるのにマーガリンだったっていう場合は結構あります。こういった乳製品でいくと、ソイチーズとか代替卵とかもあります。で一般的には大豆とかの豆由来のタンパク質で作られていて、卵アレルギーの人でも食べられるっていうのがメリットなんですね。こういった代替食品っていうのは、高価なものを安く体験できるっていうのもそうなんですけど、ビーガンとかベジタリアンの人、あと宗教上の理由とかで食べたくても食べられないっていう人たちに対しての、ニーズっていうのがあったんですけど、今はですね、どうやら進化しすぎてて、なんなら本物よりもうまいなんて言われてるものがあるんですよ。つまり原価は安くてうまい、代替食品が当たり前になるっていう時代ももうすぐそこまで来てるかもしれないということです。人工肉とかもありますしね、ぜひね買ってみてください。はい、というわけで今日は以上です。食品偽装から加工食品について紹介しました。ぜひ皆さん動画の感想をお待ちしております。最初はグーじゃんけーんだで、急なんですけど、それにしてもっていう話なんですよ。 Wi-Fi の工事ですわ。工事の方が多分忙しいんだろうなっていうのはすごいわかるんですけど、その場所が工事可能か場所なのかどうかを見に来るので、今2ヶ月待ちしてるんですよ。長いって。多分ちゃんとした検査が入るんでしょうけど、ただあ、こんにちは、あ、こんにちは、お願いします、あ、これだったらいけますね、いや、これちょっと厳しいですね。2ヶ月、混み具合どうにかできる方いないんですか。困りました。だからずっと前も言ったんですけど、ポケット Wi-Fi 送るって言ってソフトバンクエア送られてきたんですよ。ずっとソフトバンクエアだから、ゲームチャンネルの更新がまた止まってんすよ。一個もアップデートできてねえし。それはいいとして、今日なんですけど、視聴者さんからこんな DM 来てました。タカさん、こんばんは。こんばんは。去年大学生になったのですが、携帯電話を安く購入できますなど、こういったストーリーを仲のいい友達が上げていました。さらにこの人のストーリーに映ってる人がとても怪しい人っぽくて、正直マルチ商法かなんかかなと思っています。この友達がもしマルチにハマってしまうとすんごい悲しいので、タカさんの方で調べて動画にしていただけると幸いです、ということなんですけど、ありがとうございます。確かにこれ今若い方見かけたことある方多いんじゃないですかね。っ
か関係ない話するんですけど、インスタの広告ってターゲットの精度やばくないですか？僕最近ポケカのことばっか調べてたら、広告が全部ポケカになったんですよ。しかも公式が出してるとかじゃなくて、めちゃくちゃ怪しいんですよ。サーチしてません最安値みたいな、すんごい安い書体で書いてあって、あのターゲット力大丈夫なのかってくらい正確ですよね。ちなみにインスタグラムって、このインスタグラムっていう会社があるわけじゃなくて、 Facebook の傘下にあるプラットフォームなんですね。2012年に Facebook が7億1500万ドルでインスタグラムを買収しました。とんでもない額ですね。で、このインスタグラムと Facebook っていうのはユーザーデータを共有してるんで、この精度の高いターゲティングを駆使して広告配信をすることが可能になってるっていうんですね。Facebook アカウントを僕持ってない気がするっていうのは一旦置いといて、今日はこういったインスタグラムで今多い怪しい広告ですよね。最近あったことなんですけど、中学のちょっと人気あった女の子が、自分の人生は自分で変える、詳細は私に DM 送ってくださいみたいなことやってて、ちょっとへこみました。今日はですね、こういったマルチ商法であったりとか、もっと言えば違法性の高いネズミ講っていうのはなぜなくならないのかっていうところについてもお話していきます。まず視聴者の携帯のストーリーの話、これはおそらくですね、その方が本当の善意の可能性を抜きにして、モバイルプランナーと言いまして、今かなり急増してるアルバイトになってます。内容としては、自分の友達に拡散して携帯のプラン変更とか乗り換えの契約をさせようとするってわけなんですけど、これ何が行われてるかっていうと、いわば誰かを紹介すると自分にお金が入るっていう仕組みのマルチ商法の一種です。厳密に形は違うんですけど、それは後半にお話します。ただやっぱり印象が悪いんですけど、このマルチ商法自体は違法ではありません。このモバイルプランナーの仕組みをざっくりと言いますと、商品とかサービスの販売員に自分がなるんですね。で、その販売利益を得ると同時に、友人とか身近な人を販売員にするように勧誘するんです。そうすると一定の紹介料が得られるっていう商法で、これが連鎖的に拡大していく仕組みになってます。これを連鎖販売取引って言います。これは特定商法取引法第33条によって、勧誘する前にですね、販売業者名、そして商品の種類、それが勧誘目的であることを明示しないといけないと定義されてるんですね。なので、一緒にカフェに行きましょうとか、ちょっとお時間いいですか、飲み行きましょうっていう風に食事に誘われて、いきなり相手が商品の紹介をしてきた場合、この時点で違法行為になります。この場合ですね、3割の力ぐらいまでならぶん殴ってもいいとされています。つまりですね、これ安くできますよ、これストーリーは嘘をついてるわけではないんですよ。ただそんな甘い話はありません。このモバイルプランナーにも横浜アリーナぐらい大きな落とし穴があります。まずここの仕組みなんですけど、相手の謳い文句としては、固定費を安くできる半額で買えますよと言ってきます。例えば白い犬のお父さんのとこですと、得するサポートプラスっていうのを利用すると、本体代金を48回分割の4年間で支払う契約をして、25回目に機種変更すると、残りの本体代金の支払いが不要になるので、半額で買えますよっていうような言い方をするんですね。ただ実際、この25回目に機種変更しない限りはですね、本体代金の支払いはもちろん必要です。さらには25回目、もし機種変となると本体の返却が必要なので、返却しない場合お金を払い続けないといけません。またここ大事なんですけど、この時25回目の時に画面に破損があったりとか、どこかに傷があると追加料金を取られるケースっていうのもあります。こういった詳しいところは絶対にちらつかせません。さらに教育として、まず一旦自分の友人とか知人に営業をかけなさいって言われるんですね。理由は一つ、信用しやすいからです。例えばですね、これは実際に注意が出されたものなんですけど、大学のサークル仲間から携帯電話の営業の練習に付き合ってくれないかって言われるんですよ。で、実際やってみると、いきなりスーツ姿で現れて、これ練習の営業始まるのかなと思いきや、それが本番だったりするんですね。てか、これ練習だけどさ、これ やるみたいな、これね、本当すっげえ男なんよみたいな、こういったね、せこい手口も確認されています。ちなみにこういった方には4割程度ならタックルしてもいいと言われています。結果ですね、これ行ってる側もこのルールっていうのはあまり知らなくて、仲が良かった友人や知人からは距離を取られてしまい、縁を切られてしまうケースが起きます。これは自業自得です。こういった人脈とかね、その人の友達をお金に変えるという性質があることが、このモバイルプランナーの重大な問題点であって、今社会問題になってます。実際に同志社大学、神戸学院大学、各大学がホームページにてこのバイト注意してくださいよというふうに行っています。ではなぜこれ大学生の多いのかっていうのは、春から〇〇大学でがっつり言いましたんで割愛するんですけど、ぜひ概要欄ご覧ください。この求人サイトには、就活で無双できる、営業スキルを学べる、就職に有利になる、こういったわけのわからない言葉を歌っています。就活で無双って何ですか？で、実際やってみたら、実は歩合制なんだよね、いや出来高制だからこれだけしか給料ないんだよねって言われて、結局自分で顧客を獲得しないといけないと。ただ最初にも言いました、このモバイルプランナーっていうのは、細かく見ていくとマルチ商法とは若干違うところがあるんです。それが組織構造、収益構造、営業目的、手法です。まずマルチ商法の場合ですね、組織構造っていうのは階層構造になってて、これは従来から存在する組織形態の一つで、社長、部長、課長、係長、一般社員といった、そういった序列に組織されている。で、上の人の命令に従って下の者が働くっていう組織のことです。そして収益構造っていうのが、月額費用が必要なんですね。これはもう組織に加入するだけで支払いが発生するところもあります。で、営業目的っていうのは、もう組織に入会させる、その入会する順番とか人数で自分の収益が変わっていくっていうもので、この手法はセミナー、イベント、人からの紹介を活用したありとあらゆる営業手法です。一方、このモバイルプランナーの場合ですね、組織構造上下がありません。並列構造です。これには階層がなくて、もう個々の主体性、自立性を尊重する組織マネジメント法と言われています。組織に必要な機能をマーケティング、財務、顧客管理といった、そういったロールと言われているグループで体系化して、ロール単位で意思決定を会社全体に分散するというやり方をしています。で、収益
構造が、これまあ月不要なところ多いんですよ。あくまで商品を提供した場合の収益になります。若干月額数百円とか取るところもあるみたいです。でこの営業目的、これは商品販売ですね。個人の販売量によって収益というのは変わってきます。手法はテレアポ、新規顧客との商談を取り付ける営業手法ですね。ここはあまり変わりません。はい、とこのような若干の違いになってまして、ただどちらも商品とかサービスの販売を目的としたビジネスで、ただこれが一概に違法ではないので取り締まることができません。ただやっぱり騙す意思が少なからずあるためですね、ちょっとでも怪しいと思ったら友人であっても近づかないことが大切です。もしここに悲しい経験ある方いましたらコメント欄お願いします。じゃあこれと似たものでネズミ講というものがあるんですけど、このネズミ講と呼ばれるもの、これは違法になります。これ何が違うかというと、先ほども言った嘘をついた勧誘しかりですね、嘘ではなくても無限連鎖講の防止に関する法律に該当します。この法律において無限連鎖講、これ何かと言いますと、これピラミッド形式の組織になってまして、先に加入した2人が2人以上の人を勧誘して、さらに2人以上の人が同じく2人以上の人を勧誘していくと、このように順次同様の方法で加入者を無限に拡大させていくことを言うんですね。でまあ仕組みとしては、先に勧誘した人は加入料というのを入会金として支払うんですけど、後から加入した人の一部をですね、紹介料として受け取ることができるんで、金額にもよるんですけど、だいたい自分以外の10人の人を勧誘させれば、最初に払った加入料を紹介金でチャラにすることができるという仕組みなんですね。このような仕組みの組織を開設すること、そして運営すること、加入すること、加入を勧誘すること、これらの行為を助長する全ての行為が禁止されています。理由は簡単です。この仕組み必ずどこかで崩壊するようになってるからです。これはですね、加入人数関係してくるんですけど、単純に毎月2人以上が連鎖して加入させていくと、27ヶ月目の2年3ヶ月後にはですね、その数1億3421万7727人になってるんですけど、これってみんなが騙されれば約2年3ヶ月で日本人全員をネズミ講に引っ掛けることができるということなんですよ。物理的に不可能。下に行けば行くほど絶対紹介料じゃ賄えなくなるんですね。さらに問題なのは手法としてもいろいろあって、一番厄介なのが商品を持たない情報商材ですね。これは8割9割もうこれ9割以上は詐欺です。例えば SNS とかで1日30分クリックだけで月に100万稼げる裏技とか、たった3万円が半年後に1億円に化ける FX 攻略家みたいな、こんなうさんくさいキャッチコピーのノウハウの情報のことなんですけど、こういったものを主にインターネット上で売り買いされる有料情報のことで、今携帯としては PDF のような電子データの形式、 DVD 動画、メールマガジン、アプリケーション、いろんな形で取引されています。また場合によっては高額なコンサルとかセミナー、ソフトウェアの契約をさせられるケース、購入時には契約書にアフィリエイト、ビジネスサポート、コンサルティング、業務委託、こういったよくわからない横文字の名称が用いられることがあります。皆さんね、もちろんわかってると思うんですけど、副業とか投資をもし考えてる方ですね、この情報商材とかは 98% 以上は自分が儲けることなんかできません。カモになってオは終わりです。引っかかる人が多いのでなくならない。しかもちゃんとその説明はしたよということで、なかなか摘発するのも難しいんですけど、これがですね、ようやく徐々に変わっていって、去年の2022年ですね、マルチ商法といえばでおなじみアムウェイが行政処分されました。10月13日、これ消費者庁が社名や目的を言わずに勧誘した、目的を告げずに誘った相手を自宅や事務所に連れ込んで勧誘した、相手の意思を無視して一方的に勧誘した、契約制定前に書面を交付しなかったと、さっき言ったね、このやり方自体がダメなんじゃなくて、こういった手法を使って誘ってるのがダメなんですよっていうところで、6ヶ月の取引停止命令を出すと同時にですね、再発防止を講じることを求めています。これやっとかよって話なんですけど、消費者庁にはですね、全国の消費生活センターに寄せられてる相談件数とか苦情、もう2019年の時点で317件、2020年では257件、2021年でいくと270件と、減ることも増えることもなく、毎年200人から300人ぐらいが被害相談にあってます。なのでこれを潰すってのはすごい難しいと思うんですけど、こういったマルチ商法に引っかからないためにはどうしたらいいのか、まずは自分の友達とか知人の紹介であっても話を鵜呑みにしないでください。はっきりと断ることが大事です。お前それマルチやろっつって、なのでね、その場で契約しないってことが大事なんですけど、もし流されて契約書面を受け取ってしまってやってしまったとしても、20日以内であったらクーリングオフができるんで、仮に契約してしまっても解約できるんで、こっちも覚えてください。ただ、人を騙してまで生きようと思う、その精神力の強さだけは一級品ですね。これ僕ちょっと知り合いに聞いた話なんですけど、居酒屋で飲みすぎて記憶なくす人の9割が最後に見た記憶がこの地球一周のチラシらしいんですよね。これ未だに原因が分かってないみたいです。テレ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 、ちょっと思ったのが、広告っていうのもほぼほぼデジタルの時代になってきたのに、いまだにまだ街中にアナログだけでチラシとしてやってる理由ってなんだろうと思ったんですけど、これ意外と街を歩いててふとした時に目についた広告って意外と記憶に残るんだなと思ったんですよ。っていうのもこちら、
はい、出た地球一周の船旅。まあもちろんこれ世代もあると思うんですけど、あ、これ見たことあるなって方の方が多いと思うんですよ。まあ僕26歳なんですけど、多分同じ年齢の方全員見たことあると思うんですよね。しかもどこのお店で見たとか覚えてないし、これ実際行ったこと一回もないけど知ってるよって人多いと思うんですよ。これちょっと気になるんで、僕より若い方みんな知ってるよこれっていうのがあればコメントお願いします。まあこれがじゃあ実際どこに貼られてあるか、これ僕のイメージでは居酒屋のトイレ。はい。年季入ってれば入ってるお店ほど貼られてある気がするんですよね。でも行ったことある人一人も会ったことないみたいな。今日はですね、そんな街中で見かけるちょっと怪しい広告とか、実はこれがあると本当に危険なんだよっていう張り紙とかをまとめてきました。まあ、さっきも言ったようにこの街中の広告って記憶に残るもので、あーこれなんか見たことあるってやつ多いと思います。では早速なんですが、その代名詞とも言えるのがこの世界一周若者応援キャンペーン99万円ですよね。まあ、いろんな国に豪華客船でどうすかみたいなやつなんですけど、これずっと気になってたんですけど、最近見かけたニュースと一致して、あ、ここやったんやってなったんで、まずそのニュースから。去年です、コロナでクルーズ中止のピースボート旅費返金トラブルで行政指導へ。ピースボードが新型コロナウイルスの影響でクルーズを中止したのにもかかわらず、乗船予定だった顧客への一括返金に応じず、観光庁の行政指導を受けていたことが明らかになりました。しかしピースボートを主催するジャパングレイスは、行政指導後も分割払いでの返金に固執しており、トラブルが続いていますっていうニュースでして、このピースボードっていうのがあの広告の船で、あの広告の豪華客船だったんですね。でちなみになんですけど、この時返金は3年分割対応って言ってたらしいです。おい、普通車買ったんかい。まあ、これどうなったのかっていうのはよくわからんのですけど、じゃあこれ実際に旅行に行けんのかって話なんですけど、まずこちらですね、運営してるのが国際 NGO 団体でして、3ヶ月で約20カ国、ちょっと回りすぎじゃないって感じるんですけど、まあ、旅行しながら現地の人と交流できるプログラム、カルチャー教室、各種イベントが開催されると。でまあ主な活動っていうのが、貧困で苦しむ地域に足を運んで支援物資を届けたりとか、自然破壊が進むガラパゴス諸島での植林ボランティアとかいうことをやってて、まあ、実際ホームページで2022年12月出航のコースっていうのを調べてみたら、お値段が1人188万円。これなかなか行きますね。アフリカ南米南太平洋コースということで、105日間かけていくコースです。神戸、台湾、中国、シンガポール、モーリシャス、レユニオン島、マダガスカル、南アフリカ、ナミビア、ブラジル、反対行きましたね。そしてウルグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルー、タヒチ、ハワイ、北区とね、まあ、現在で最小でも600人、語学人事項に上記のような不可抗力による変更の場合でも払い戻しは一切ございません、あらかじめご了承くださいと書いてありました。あとここ大事なんですけど、イースター島では原則自由行動ができないらしいですね。はい、まあ、それはいいとして、まあ、ただ3ヶ月休めて200万近く出せる人っていうのはなかなか限られてくると思うんですよ。しかし第1回の開催が1983年と、なかなか歴史あるもので成り立ってるのかなと思うんですが、こっからが本題です。実はこれ行けるの富裕層だけではございません。それがこの居酒屋とかでしょっちゅう見かける理由でもあるんですが、実はここのボラスタと呼ばれるボランティアスタッフ、これになれば30歳以下なら旅費を全額にできる可能性があるんですね。それが紛れもないこちらポスター貼りの仕事でございます。なるほどと。なんとこれを3枚貼ると1000円割引されるんですね。高いよね。なので3000枚とか4000枚貼れば実質無料になってくるんですよ。だからここのボランティアスタッフが飲食店にガンガンお願いした結果、脳裏に焼き付く誰でも見たことがある広告になってるってことなんですね。なんかなり方は説明会に行く必要があるらしいんですけど、今実際やってるかっていうのは分かりません。で実際乗務員として働いた方の記事でちょっと面白かったのが、やっぱり若い方が多いから旅の中盤になると、あの2人どうやら付き合ってるらしいよっていう噂が回るって言ってました。なんやそれって感じなんですけど、ただこのコロナ不況でちょっとした返金問題もあって、ワンチャン今これ倒産しようとしてんじゃないかっていう噂もあるんで、今のだけを聞いて行ってみようかなと思った方、もしどこかでチラシを見て興味を持っても、まあ、絶対自分で調べた方がいいですね。まあ、ネットでピースボート実態って調べると、まあ、正直いい噂っていうのはあんまりないんですよ。それはご自身の判断でお願いします。さあお次なんですが、こちら男性急募リッチ女性の生活をサポート出ました。これはよく電柱に貼り付けてあるイメージですよね。まあ、これ当然いかにもやばそうな広告なんですが、実際どうなのか、やべっす。まあ、しかも手口っていうのは様々でして、まあ、これいろんな YouTuber とかがとつったりしてるので、もう今更あんまり騙される人はいないんじゃないかなというふうに思うんですけど、まず内容がセレブ女性とのデートで 2,3 万円もらえると。まあ、男からしたらセレブとデートができてお金もらえるっていうね、ちょっと泡吹きそうな仕事なんですけど、まあ、実態はですね、まず初回に紹介料金として数万円が必要ですと言われるんですね。そこから交際をなぜかこちらから申し込んで成立すると。そうすると初めてお金が入ってくるというシステム。しかしですね、その交際の申し込みには、まあ、数万円の代行手数料っていうのがかかるというもので、しかも払った後に警察行こうとしても、まあ、いつの間にかこっちから交際申し込んでるっていう感じになってるので、こちら側が公序良俗違反と取られる可能性があると。しかもですね、交際を申し込んでただ単に向こうが嫌って言っただけの可能性もあるから、まあ、紹介料だから返金が難しいと言われることもある結構やばいものです。ただ実際に起きた事件で2008年ですね、こういった広告から実際にデートまで行くことがあったんですよ。まあ、しかしその女性というのはグルです。まずこの方にお金を預かった後にですね、後日デートの際に失礼があり女性が気分を悪くしたというふうに言いがかりをつけて、
補助金、そして登録抹消代を取り預かり金を没収とですね、これで50代の男性がなんと800万円を騙し取られたとして、これは詐欺事件として受理されたという事件がありました。ちょっと取られすぎじゃないですか、セレブ男性やんかこれ。なのでまあその背景には半グレが多いんじゃないかということですね。だからこれが形変えてマッチングアプリで女性とグルになって、なんかぼったくりの居酒屋に行って払わせるとかしてるんじゃないですかね。なんか手口似てますよね。なのでそんなに美味しい話はほとんどないということです。お次はですね、貼られてるじゃなくて貼られると危険なものでして、自分の車にこちら、勝手に貼り紙すいません、車買い取らせてください、はい、こういったチラシ、これ貼られたことある方いませんでしょうか。これ実はいたずらとかただのそういった業者だと思って無視していた。でツイッターで調べてみると、黄色の紙にしっかりと作成されたチラシなんかが車に挟まっていたというものがありまして、中にはですねホニャララ株式会社とか書いてあるものまであるんですね。しかしこれ窃盗団の仕業の可能性があります、まあ、この手口っていうのが、その車が全然使用されてないかを確認するためのものでして、まあ、普通に頻繁に乗っていたら、まあ、ボンネットの張り紙とか取りますよね。でも車のオーナーが旅行とかで出張でいない場合には、そのボンネットのチラシが剥がされないので、盗んでも発覚までに時間がかかるってことだから盗難しやすいってものなんですね。でこれがちょっと前に話題になって、まあ、今形を変えてタイヤのホイールに何かしら小さい色の似たシールとかを貼って、まあ、その位置が動いてるかどうかで確認とかしてるみたいなんで、まあ、あんまり車乗らない人でもこまめに動かしたり、まあ、車体の確認はしておいた方がいいということですね。でこれ実は車だけではなくて、空き巣の強盗団とかも同じような手口を使ってたってことがあって、電気メーターとかに英語で数字が書かれてるシールでもありました。これがただ業者が書いただけなのかなと思っていたら、実はこれ女性 W 男性 M ファミリー F 一人暮らし S とね、暗号でいない時間帯をマーキングしてたなんてこともあります、まあ、彼らは下見に一番時間をかけるので、もしねあまり家にいない一人暮らしをしてる方は、まあ、玄関の手に届かないところにダミーのカメラを置いとくだけでも、まあ、ものすごい効果あるみたいですね。まあ僕毎日家にいるんで、まあ、多分 YN で YouTuber ニートって書かれてると思いますね。最後です、こちら大腸肛門クリニック、怖怖、これ覚えてる人いるか分かんないですけど、一時期すごい話題になったんですよ。これ東京でよく見かけられたものなんですけど、まあ、顔だけちょっとリアルなんで性別微妙な感じの人が下半身モザイクで露出してるってものなんですけど、これいろんなパターンがあるらしくて、どれもね結構気持ち悪いんですよ。ちょっと気になる人だけ調べてみてください。なんか分かんないですけど、細木和子のパターンもあったらしいです。でこれの怖いところが、かなり広範囲で目撃されてるのに、数年経った今でも有力な情報がないんですね。でこれと似たもので言うと、関西で連絡松村さん、これ特に大阪で有名なものらしいんですけど、普通のおじいちゃんの写真に連絡松の一言だけ書かれてるってものでして、文字なしのバージョンとかあるんですよ。でそのおじいちゃんも様々で、その中の写真に下に連絡松村と書かれたチラシがあるんですよね。で調べてみると、どうやらこれ2009年頃から貼られ始めたみたいで、そもそも借金取りが作り始めた説とか、これ実際アート説とかいろんなのがあるんですよ。これも結構曖昧なんで、何か知ってる人がいたら教えてください。でこういったまあ人探しでちょっと余談なんですけど、ストーカーとかが今よくツイッターとかで、妹がとか、友人が3日前から行方不明になりました、何か知ってる人教えてくださいみたいなツイート見かけたことないですか。あれを使って関係者を装って探してるってことがあるらしくて、ちょっとゾッとしましたね。まあ、実際に探してる人は、ここの警察署に電話お願いしますとか、ここの警察署に言ってますという風に書いてて、ただそういったところに届けも出してないのに探してますっていうのは、まあ、ストーカーが急に引っ越しとかされたことで嫌がらせの意味も兼ねてツイートしてる可能性があるということなんで、まあ、注意してくださいということです。はい、というわけで本日はいろんな街中の見かける広告だったりを紹介しました。やっぱり結構実態が分かりづらいものが多いので、まあ、必ず自分で調べてくださいということでございます。皆さんが見かけたわけわからん広告がありましたら、ぜひコメント欄お願いします。さあ、ジャパネットの大大大好評、社長のラクレット田中です。なんとですね、本日ご紹介いたします商品はこちら、2017年黒猫ヤマトの従業員をチェーンソーで脅して逮捕された YouTuber の男が使っていた時のチェーンソー。見てください、このボレー。これをですね、今ならなんと2980円、お買い得満載でご提供でございます。もちろん送料はお前が負担しますよ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。お願いします。さあ、今日なんですけど、視聴者さんからこんな質問来てました。タックさん、こんにちは。あ、こんにちは。最近テレビをダラダラ見ていたら、ジャパネット高田で毎回出る、今ならなんとっていうフレーズ、最初の値段よりも安く販売されていて、毎回びっくりします。でも、なぜここまで商品安くできてるんですか？何か裏の力があるとしか思えず、欲しいと思った商品もなかなか踏み込めません。ぜひ、この安くできる理由について調べてください。よろしくお願いします。ということなんですけど。はい、このジャパネット高田。これ番組とかじゃなくても CM とかでもたまにありますよね。
ブーブーと本日決定みたいな。正直それをぼーっと見てる人の方が多いと思うんですよ。ただジャパネットもそうなんですけど、通販実はあれこんだけ安くできる秘密があったんですね。ということで今日はこの通販番組、なぜ商品をここまで安くできるのかとか、これまで長く続いてる歴史、これ紹介していきます。早速ですね、このジャパネット高田さんの簡単な概要からなんですけど、やはりジャパネット高田さんといえばお決まりのフレーズですよね。先ほどリスナーさんも言ってました、今ならなんと他にも見てください、このボーネーですね。まあいろいろありますけど、この高田社長の特徴的な通販で1994年の創業なんですけど、この創業以来ですね、右肩上がりに売り上げを伸ばしてる人気通販会社です。で2015年頃から高田社長の息子さんがですね2代目を継いでるんですけど、売り上げめちゃくちゃ好調です。ジャパネットホールディングスの売上高推移によりますと、2021年には前期比 4.2% 増、2506億円でございますよ。これで過去最高を記録してますよ。半端ないですよ。これはコロナ禍っていうね、自宅にいる時間が増えて通販とかの需要が増えたってこともね考えられるんですけど、あと気になるですね、今からお電話30分以内にとか言うじゃないですか、あれどれぐらい来てると思いますか。だいたい1回の放送で3万件ぐらいの電話が来るそうです。すんごいね。これはですね、そもそも安く商品を提供してるからっていう理由もあるんですけど、他にも細かい施策というか秘密があります。まずは何といっても下取りによるメリットです。物によってはですね、リサイクル料金とか収集運搬費とか別途費用はいるんですけど、年季が入った古いものとかメーカー、故障の有無に関わらずどんなものでも下取れますと、下取りを行ってもらうことができるんですよ。まあさすがに粉々になってたりとか粉塵になってて、これ実はもともと電子レンジでしたとか無理でしょうけど、なので仮に5万円の掃除機があったとして、あ欲しいな高いなと思っても、どんなに安くても2万円で買い取れますとか、お得感を演出して古い掃除機を2万円で下取りに出して実質3万になって2万円オフされてますよって言われたら安く感じるじゃないですか。これは買う側としてもすごいメリットを感じるし、実際にお得になってること多いんですよ。しかしこれだけではございません。プラスしてここはジャパネット側にも実はメリットがあるんですよ。じゃあこの下取りした商品どうしてるかというと、これ一時期ね下取りしてそのまんまそれ売ってるとか言われてたんですけど、これ何も証拠なくて、実際この商品っていうのは専門業者に処分を依頼するという流れなんですけど、この家電製品からはレアメタルとか基板、そして金、ニッケルとか希少金属とか高価な金属が取れて、それがお金になるんですよ。とは言ってもね、中古の家電なんか大したことないでしょと思うかもしれないんですけど、それがそうでもないんですよ。一般社団法人小型家電サイクル協会、ここの発表で日本では1年間使用済みになる小型家電というのが約65万トンもあるんです。そのうち有益な金属っていうのが28万トン、だいたい半分ぐらい。そこに含まれる価格っていうのは844億円に上ると言われています。ゴミを全て俺にくれ。はい、なのでこういう状態の悪いものとか不人気の商品は貴金属に変えて、逆に状態のいいものとか人気の商品は独自の販売ルートで販売して、双方がウィンウィンになるようなシステム、なんかお得感ありますよね。これも本当セールストークというか、一方でね、やはりこれ言い方変えると、まあそういう言い方もできるけどみたいなのがあって、まあこの段階踏むんで、商品の一部に最新ではね一世代前のものとかあるんですよ。でも性能そのものはいいんですよ、売れてたし。ただまあ新しいのがあるっていうことには間違いないんですよね。でもそこは言わずに訴求するんですよ。まあ物は異様ではあるんですけど、これは最新型の2個前ですとかね、誰も別に欲しいなってなんないじゃないですか。いや最新買うわってなるじゃないですか。ここに関してあの野菜好きでおなじみ堀江さんがですね、上場書いてのビジネスだっつって話題になりましたね。ただこれもターゲット絞ってるからだなっていう話なんですけど、これって実際ネットで調べたら分かるんですよ、その今売られてるものが最新かどうかっていうのはね。ただそれをやることが当たり前ではない中高年層以上をターゲットにしているっていうとこなんですよ。これはジャパネットに限らずテレビ通販自体がそうでして、2018年の日本通信販売協会のアンケート調査、この媒体としてテレビショッピングを今後利用したい人っていうのは全体の9割ぐらいが女性で、さらには50代から60代っていうのが圧倒的に多くなってます。なのでテレビショッピング夜中流れてるの見てたら、あこの人テレビまだ出てたんやっていう方結構いないですか。あのタレントさんを起用するっていうのも、ここは50代から60代の方に刺さるタレントさんを選んでるってことなんですね。よってこういった主婦層が多いので、実際この年齢層と商品っていうのをマッチングさせていくんですね。例えば化粧品とかもガッツリターゲット層なんですけど、これがじゃあ販売して1時間で1200万円ぐらい売れないってなったら番組を打ち切りになるというレベルみたいですね。すごい。これがねさっき言ったターゲットを絞るの話にもなるんですけど、長い時間をかけて幅広い広告を打ってダラダラ売るってもんじゃなくて、中高年以上の女性層が多く見てる媒体に働きかけて短時間で一気に売るということなんですね。もっとね細かい仕掛けを見ると、売るための謳い文句たくさんあります。まずよくあるもので言うと、残りわずかあと何個、何個限定で何個割引、お客様お一人何個まで。これは希少性の原理ってものを応用した演出なんですけど、手に入りづらいよと感じさせることで通常よりも高い価値を感じるようにしてるんですけど、マーケティングの手法と宣伝方法としてはこれ幅広くね使われています。あとは例えばスタバとかは数ヶ月単位で期間限定の新作を数量限定で販売しますよね。あとはアマゾンも特選タイムセールってね、ほぼ毎日やってるやろと思うんですけど、このようにですね数量を絞り込んで時間を限定するとか、他のこういったプラス要素を組み合わせることで店舗集客とか売上アップにつなげてるんですね。あとはこの売り切れとか画面に残り何個とか表示あるじゃないですか。あとは在庫状況、コール
センターの表示、ここはね文字が多すぎるってことで色で訴求してて、緑は在庫あり、黄色は残りわずか、赤完売、青キャンセル待ちと、こういった表示がされるんですけど、この色分けをすることで情報量が多くても値段を強調しつつ在庫がだんだん減っていく様子っていうのも頭で意識できて、一瞬で在庫状況っていうのを印象付けられるんですね。これに合わせてただいま電話が混み合っていますの表示とか、やばい私以外にも買ってる人がたくさんいるって思い込ませるわけです。ただジャパネット高田は実際にバリバリかかってて繋がりにくいそうですね。こうした画面上の表示と仕方によって情報が客観的に伝わってて、多くの人に早く買わないと二度と手に入らないかもしれないと思わせてるんですね。他にもですね、今日だけの特別値引き価格、これあるんですけど、今日やってんのに今日だけのって昨日も紹介されてないとちょっとおかしなことじゃないですか。実はこれ過去の事例でですね、価格に実態がないってことで消費者庁の処分を受けたことがあったんですよ。これが業界大手のジュピターショップチャンネルって番組が40型のテレビとズワイガニを販売したケースなんですけど、同社は2017年3月に販売した番組内でこの40型テレビの販売価格について放送日だけ 51% オフの10万7900円でして、翌日以降は通常価格の22万4640円に戻るっていう風に宣伝していたんですけど、実際翌日以降と表示した販売価格を適用させたのは放送後の3日間だったんですよ。合わせてセール中の販売価格の同額程度とか安い価格の商品が何台も別のところで存在してたってことが判明したんですね。さらに2016年、さっき言ったズワイガニでも同様にこの割引率っていうのを課題に表示していたってことが分かって、こういったものを利用した宣伝の行為について消費者庁がですね、これはもう景品表示法の価格の内容について適切な表示が行われていないと有料誤認に該当すると判断しまして、2019年3月ですね、不当表示によって得た売上の 3% に当たる1534万円を課徴金として納付するように命じています。この事例もそうなんですけど、やっぱいい商品でめっちゃ割引されてラッキーと思うかもしれないんですけど、まあ、中には低価格だからこそ今回紹介したようなからくりがある場合があるんで、あ時間ないかもと思っても今一発でネットで適切な価格調べられるんで、調べてから一旦自分で判断した方がいいと思います。ちなみにジャパネット高畑さんですね、 EC サイトランキングでは7位にランクインしてます。やっぱり1位は Amazon Japan とかですね。やはりジャパネット高畑さんといえばテレビショッピングのイメージは強いんですけど、よくよく考えればいろんな番組が終わってもこの通販番組ってのは一生流れてますよね。これすごいことですよ。今後さらにネットでのやり取りは加速していくという時代にはなるんですけど、その中でどう変化していくのか今後も注目されてるということです。はい、と今日は以上です。僕通販やってみたいですよね。通常2万3000円のところ特別価格の4万円つってぶち上げて絶対4万にするって、ね、誰が買うねんって話ですけど、ただこの前テレビボーっと見てたらお金の布団が売られてたんですよ。これびっくりしましたね。お札ちゃんを寝かせて金運アップとか書いてて、隅にちっちゃくその金運アップを保証するものではありませんって書いてあって、お札の布団ってなんやねんって。ただやっぱテレビでやってるってことは売れるってことなんですね。不思議ですね。というわけで今日は以上です。ぜひ今回の感想とありましたらコメント欄までお願いします。最初はグーじゃんけーんだで。ああ、皆さんごきげんよう。朝倉リトルグレイです。めちゃめちゃ謎かけします。お金とかけまして朝食ミルクと解きます。ああ、その心はどちらもめちゃくちゃ俺のマネー。さあ今日なんですけども、なんでツイッター消したんですかね。リスナーさんからこんなリクエスト来てました。タクさんこんばんは。こんばんばんばん晩ご飯。ツイッターなんかでよく見るお金配りますっていうアカウント、あれって騙される人いるんですか。実際こういうアカウント結構見かけるんですけど、他に何か目的とかあったりするんではないでしょうか。調べてくださいということでして、ありますね。これツイッターだけではなくてインスタグラムもいますよね。大金をこう写真撮ってこう見せびらかして、何が楽しいんでしょうかね。あれ全部猫の写真に変えましょう。ただ実際僕に来る相談の中には結果的には騙されてしまって、まあお金を送金するから一旦5万円を送金してくれって言われて送っちゃいました、今月どうしましょうとかあるんですよ。あと最近で言うとマルチの教材を60万円で買ったけどこれって詐欺ですかみたいな。教材自体はすごくいいものなんで詐欺ではないと思うんですけど、タックさん的にはどうですかみたいな。詐欺です。はい、誰かに是非を問う時点であなたは気づいているはずです。その教材はただの紙切れだということ。はい、詐欺です。すぐに叱るべきところに相談してくださいということなんですけど、まあ今日はですね、そんな中でも特に見かけるお金配りに関してなんですけど、まあ、まずこの動画の大前提として、お金配ってる人全員が全員嘘っていうわけではございません。9割ぐらいは嘘じゃないかなと思いますね。有名な方がやってるやつとか目的があるんですよ。っていうのもちょっと前ですね、ZOZO創立者の前澤さんもですね、お金配りおじさんつってやってましたよね。まあ、最終的にはものすごいフォロワーになったっていう記憶はあるんですけど、こんな感じで目的がフォロワーを増やすことじゃないですか。で、前澤さんは名前を知ってもらえて、会社を知ってもらえて、フォローした人はお金をもらえるかもしれない。その利害関係が一致してるんですね。まあ、ただこれが前澤さんのファンになるかとか、前澤さんの顧客になるかと言われると難しいとこだと思うんですけど、まあ、ただこれに関して去年ですね、野菜好きでーでおなじみホリエモン氏がですね、 YouTube でこの前澤さんのお金配りに対して、あれは天才だなって、ああいうお金配りに応募してくる人って言葉を選ばなければ養分とかバカなんですよ。賢い人は応募しないから、つまり1000万単位の養分データベースができるんですよねって、痛烈なこと言ってました。まあ、ただこれで実際当たるかもしれないもの、しかも別に無料でできることなら、やること自体がバカな養分
になるとは思わないんですけど、まあ、これが100円で応募できますよとかでこの倍率で100円使っちゃうみたいな、それって応募するってなっちゃいますけどね。ただやはりここの目的には人を集めるという行為ですよ、ね、なので結果的にこれがいい人だとかこの行いがいい悪いとか、まあ、偽善者だって言われようが言われまいがそんなことはどうでもいいんですね、まあ、前澤さんがどこまでこれを考えてやってるのかっていうのは分からないんですけど、最近思うんですよ、結局あれって何の効果があったんだろうと、そこが気になりますよね。なので今日はですね、まあ、こういった有名な方じゃない方とかで、いや誰っていう人がお金配りやってるじゃないですか、まあ、こういうわけわからない人たち、まあ、このお金配りをもとに詐欺を働いてる人たちっていうのはいろんな目的があるということで、まあ、今回何パターンか紹介しまして、後半には実際騙される人って今どれぐらいいるのか、その人たちの心理こうじゃねえのかっていうのをちょっと話していきたいと思います。で、今年入ってからも大きな事件全国報道されてましたね。これが今年の1月24日、三重県津市の会社員30代の男性が携帯に3億円が当選したので手数料払ってくださいっていう分を信じておよそ250万円騙し取られました。おい、どうやってその会社入ったん、なんで騙されるこれに。まあ、この事件の発端というのが皆さんも絶対届いたことあると思うんですけど、メールでこの男性にも当選おめでとうございます、手続きはこちらからっていう風に書いた難易度1のメールが届いたんですね。で、男性はそこに記載されたアドレスからサイトにアクセスして開いてみたら3億円が当選しました、受け取るには手数料払ってくださいと書かれてました。ここから先のリンク踏む人初めて聞いたんですけど、リンク踏んだ先も3億円当選しましたって書いてあるんです。で、僕も気になってスマホ自体のそのメール、 G メールとかじゃなくてそれ見たら、3億円が当たったから100万円だけ分けさせてくれませんかっていうメール来てましたね。いや、俺に片思い15年目か、そのレベルでもやらないのこれ。それぐらいありえないんですよ。だって応募もしてないのに当選してるんですよ、結構謎やん。ただこの後この男性はですね、電子マネーカードを購入してカード番号をサイトに入力しちゃって合計で250万円を騙し取られたんですね。まあ、こんな感じで普通に被害者まだいるんですよっていう風に報道されてたんですけど、これって本当なんですかね。なんかそういった詐欺撲滅のプロモーションの一環として捨てられた事件なんじゃないのこれとか思っちゃいますよね。それぐらい普通にネット使ってたら騙されるのってありえないことなんですよね、僕の中で。でもごくわずかですけどそういうのに騙されちゃう人がいるってことは、まあ、詐欺師からしたら数打ち当たるというか、とりあえず一斉に送って、まあ、その中に一人でも騙される人がいるわけで、この騙される人を見つけるためにですね、SNS のお金配りアカウントも存在してるかもっていう話があるんですよ。まあ、こういったもので騙そうとする人たちって、まあ、そもそも詐欺目的でして、まあ、お金配りアカウント2つあるとするじゃないですか。そしたらそのアカウント同士横のつながりとかが結構太かったりして、一方をフォローしたらそれだけで複数のお金配りアカウントからフォローされたみたいなことあるんですね。なのでちょっとステアカードが作ってフォローしてみてください。いろんなお金配りアカウントからフォロー来ると思います。で、これってリストみたいなのがあって、まあ、フォローしてしまうだけで、あ、こいつちょっと騙せるかもみたいな、まあ、そういった予備リストみたいなのに乗っていろんな人がフォローしてくるという可能性があるんですね。だからもうフォローすらしない方がいいですね。普通にシカトした方がいいです。なんかそんなリスト乗るって嫌じゃないですか。で、他にこのお金配りをする考えられる目的としては、まずシンプルに人、ただただフォロワー目的っていう人もいます。もう本当に配る人もいれば配らない人もいるんですけど、まあ、シンプルにフォロワーを増やしたいだけっていうね、それで承認欲求満たすとか、中にはこういったお金配りますよって促して、フォロワーを増やした後に自分が本来発信したいことを発信するみたいな、まあ、影響力を持ちたいって人がいます。それとさっき言った太くて多数に送るんじゃなくて、まあ、ちょっと騙されやすいかもみたいな人を選別するためにお金配り詐欺アカウントを作るってやつですね。続いて2つ目、こっからはもう実際に被害とか起きてるんですけど、それがクレジットカードの不正利用です。実際にあなた当選しましたってなって、本人確認のサイトこちらですって飛んだら、登録する前にですね、お金振り込みたいんであなたのクレジットカード番号を教えてくださいとか結構わけわかんないこと言ってくるんですよ。プリペイドカード式っていう話なんですけど、そこで番号入力して暗証番号も教えたら不正利用されちゃったということなんですけど、まあ、これなんで起こるのかって、まあ、向こうの心理としてなんかこういうのに引っかかるからクレジット番号も教えてって言ったら教えてくれるんじゃねえのみたいなのがあるんですよね。次に3つ目、これは結構気づきづらかったりもするんですけど、個人情報の売買利用っていうのが、これはメルマガ登録してください、アドレスとか個人情報とか、なんかそこの項目にしれっと住所も教えてくださいって書いてある。でお金もらえるならって住所教えちゃったら、この情報が一式数百円で売られるっていうのがあって、まあ、知らない間に詐欺グループとまでは言わなくてもマーケティングの会社に売られたりとかして悪用されてるってやつがあるんですね。次に4つ目、マネーロンダリング。これおもろいなと思ったんですけど、面白くないんですけど、資金洗浄に使われてるということなんですけど、この資金洗浄って簡単に言いますと、まあ、麻薬とかね、脱税とか、まあ、犯罪によって生まれたお金っていうのを架空口座とか他人名義の口座を利用してその資金の出所を分からなくすることなんですよ。まあ綺麗なお金にするってやつなんですけど、例えば10万円当選しましたってなって、そしたら振込先の口座だけ教えてくださいって言われるんですよ。だから別にね、不利益ないじゃないですか。暗証番号教えるわけでもないし、そしたら実際に振り込みました、確認お願いしますって言われて、で自分の口座見てみたら10万円じゃなくて100万円とか200万円が振り込まれてるんですよ。え、なんで？そしたら向こうから連絡があって、いやほんとすいませんと、これ10万円振り込もうと思ったらちょっと桁間違えて振り込んでしまったんで、ごめんなさい、それ返してくださいって言ってくるんです。その時さらにですね、ほんと申し訳ない、手間取らせてしまったんで、もう5万円あげるんで、どこどこで手渡しできませんかって言ってくるんですよ。なんか怪しいじゃないですか。で直接会って、で、まあ、実際に振り込まれたし、これで返さなかったら悪いよなって完全に信頼しきってしまって、あ、全然行きますよっつって
話に乗ってしまうんですよ。で実際あえて交通費当選金額手数料差し引いた85万円をこれ返しますねっつって渡すと、結果的に自分の手元には数十万円残るんですよ。これ何やってんのと思うじゃないですか。これ要は詐欺グループが自分たちの口座にそのまま入れると足がついてまずい、操作されたらまずいよねっていう類の金をですね、全く無関係の第三者を経由して現金化した状態で受け取ろうという狙いがあるんですね。だから騙された側は分かんないんですよ、そのお金がどんなお金なのかとか。これ無意識のうちに受け子出し子、犯罪行為に加担することになってしまってるんですね。これすごい怖いですよね。とはいえ詐欺事件の件数自体は年々減ってきてるんですよ。これが警察庁の2021年における特殊詐欺の認知研究状況等についての資料からなんですけど、特殊詐欺の認知件数が1万5000件ぐらいで、2017年には1万8000件あったんで、まあ、減少傾向にあるんですね。で被害額に関しても282億円、めちゃくちゃあるんですけど、過去最高が2016年の565億円なんで、まあ、半分ぐらいに減ってますね。まあ、どちらも減ってきてはいるんですけど、一方ですね、ネット詐欺に絞ってみた場合、検挙件数はこれ年々増加傾向にあって、10年間で2倍以上になってます。はい、まあ、場所が変わっただけでネットの詐欺事件というのはものすごい勢いで増えてるんですね。ただまあ組織的なのは減ってるみたいで、まあ、ネットを主戦場とした詐欺っていうのは、まあ、オレオレ詐欺みたいなやつじゃなくて、チケットとかグッズ譲りとか口座とかアカウント売買とか、まあ、そういう細かいやつですね。で絵を描いてもらうっつって5000円入金したけど、その後ブロックされて連絡取れなくなったとか、まあ、実際に振り込んだら相手のアカウント消えていたとか、メッセージしても返信来なくなったとか、こういったもの被害額としては少額のことが多いんで、まあ、1000円ぐらいだったら勉強代かなっていう感じで報告しない人も結構いると思うんですよ。だからそういう人たちを合わせたら実際の数はもっと多いと言われています。まあ、お金配りに応募しない人もこっちの方が結構身近に危険があるのかなと思います。で、こういう事例ってほとんどの場合法で裁くの難しいんですよ。ただ徹底的にやろうと思えばできるんですけど、まあ、時間もお金もかかってすごいめんどくさいんですよ。だからそもそも個人でのお金のやり取りとかはやらない方がいいです。てかまあこんな感じで SNS で人を騙すやつって自滅して死にますこの奴ら。はい、まあ、一歩外に出ればすごい冷ややかな目で見られて、お仕事何してるんですかっていう質問にもう後ろめたさを感じながら、ああまあいろいろですかねって答えるしかできない惨めな人生を送って、まあ、仮に何か自分の幸せを築いたとしても、人から金を騙し取って生きてきたっていうその生産をしてないんで、もうずっと食材の気持ちでもう一生人目を気にして、あいつ自分に警察来るかもなってビクビクしながら生きていくんで、ほっときましょうこんな奴ら。まあでも騙されてしまう人がいる限りなくならないっていうのもあって、まあ、なんで騙されるのかなちょっと考えてみたんですけど、まあ、例えば高齢者とかであったらネットにそもそも疎いからっていうのがあるんですけど、別に高齢者ではなくても若者の中にもネット自体にそこまで詳しくない人って絶対いるはずなんですよ。でそこで初めて見て入ってくる情報に副業っていうワードがあって、まあ、手口としては稼げる方法を教えますとか、お金配ってますとか、まあ、高額な情報を載せたりとか、元金出してくれたら必ずそれ以上にして返しますとか、お金配りやってます応募してくださいとか言って、こういったネットのお金が関わる類のものを、あ、これが俗に言う副業なんだって勘違いしてしまってる人も多いんじゃないかなと思うんですよ。副業ってみんなやってるよなとか、お隣の誰々さんもやってたなって思い込んでやっちゃうっていうのもあるんじゃないかなと思いますね。あの副業じゃないです。はい、まあ、これは老若にゃんにょ問わずにネットをあまり知らない人っていうのが引っかかりやすい詐欺って言いますよね。なので少しでもなんか怪しいな、大丈夫かなと思った時って、目的とかその背景がわからないから怪しさが来るんですよ。まあ、無料ほど高いものはないって言うけど、実際これをやってこの人に何の得があるんだろう、その理由とかがないものはマジで気をつけてください。善意でお金ばらまく人なんかまずいないと思います。まあ、無料ほど高いものはないっていうのは、まあ、そういう意味合いも含まれてるのかなと思いますんで、十分に気をつけてくださいということです。最後に一句、当選は応募したからやってくると。はい、あの応募してないのに当選はしません。今日は以上です。ぜひですね、皆さん過去にあった被害であったりとか、このお金配り詐欺ではなくても皆さんどう思うか、ちょっとこれ書いていただけたらなと思います。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。